GTK VNC とは GTK を用いた VNC ビュー w e ライブラリを提供するオープンソースプロジェクトで VNC 用の共通 API を提供する。このライブラリを使うことにより VNC ビュー w e を数十行程度で実装することができる。また通常の VNC の認証プロトコルに加えて IPv6 のサポートやビンクリプット拡張による TLS SSL による暗号化通信がサポートされている。現在は C 言語および Python から本 API を呼び出すことができる。また他の使い方としては VNC ビューアーのプラグインとして Web ブ,ブラウザから使うことができる。本ライブラリーを使っているアプリケーションとしてはベナグレイ、バーチャルマシンマネージャー、KVM テストなどがある。また、 GTKVNC 配布パッケージに添付されている C 言語と Python で書かれたクベンクベアもある。本プロジェクトのメンテナーはアンソニー・ラインゴリ、ダニエル・バーンチ、ジョン・ベンデルである。GTKVNC は以下のエンコーディングをサポートしている。さらに以下の義エンコーディングをサポートしている。以下のセキュリティタイプをサポートしている。RFB プロトコルは3.3。 3.7、そして3.8をサポートしているソフトウェアの構成は大まかに言って3つに分かれている。一つはイグザンプルスグベンクベア C であり、VNC ビューアーのメインルーチンである。次は GTK VNC ウィジェットとなる SRC ベンクディスプラ C である。最後は VNC コルーティン SRC ベンクディスプレ C から呼び出される。 SRC, GVNC, C という VNC のネットワーク通信プロトコル層である。この VNC カラインはメインとは別スレッドとして稼働している。またソフトウェア規模は1万行程度であり、比較的小さい。動作は2つのスレッドが交互に動く形になっている。1つはグラフィックインターフェースのメインスレッドであり、 もう一つは、ネットワーク通信の VNC コルーティンである。VNC コルーティンは、コルーティンにイールドで CPU を離し、メインスレッドに CPU を譲る。そして、I、大割り込みが上がったり、メインスレッドの処理が一段落し、CPU が開くなどのある、一定条件を満たすと、コルーティンユールドが実行され、メインスレッドから CPU を奪う過程を繰り返す。 ありがとうございます。